ちは、せいです。めっちゃ暑いです。今日、すいません、今日久しぶりにあの48歳チャレンジをやろうと思いまして、ちょっといつも来てるスポットに来てみました。この何やるかな、これですね。これをまず180で乗る。180で乗って、こうやると連れて行って、ワインティーで乗るんで、あの水中の状態なんで、でいいですか。でここからあのアフキャブターンで降りる。アフキャブターンですね。はい。それをまあ一回もメイクしたことないんで、てかまあやろうともしたこともないんで、まず頑張って1日1時間チャレンジで。メイクしようと思います。まず今日は1時間目、はい、行ってみようと思います。まあちなみにアップしてこんだけ汗かいて もうすでに疲れてます。それだけです、はい。ちなみに、はい、フロントサイド180はできるんですか。まあ、できたことがあるできるってちょっとこまましくて言えないですね。何度かメイクしたことがあるぐらい。そうじゃあほぼまあできないに等しい。その状態でこれに挑むと、まあ平らなのと一緒ですよね。そうですね。ハーフキャブターンは簡単ですもん ね、降りるときにね。じゃあとりあえず乗る180をするために、はい、ここに乗るためには180がフラットでやっぱり簡単にできないと多分難しいとは思うんですよ。そうですよね。はい、やりますということで、はい、まず一旦今の生産の状態、フロントサイド180を、はい、もう 2,3 回メイクしたことがあって、あと何ヶ月ももうやってない状態のフロントサイド180を一回やってみると。そこからこの1時間チャレンジでさっき言ったゴールのところまでどういう過程でできていくか、はい、できたらすごいと思います。そうですね、はい、1日1時間完全に毛嫌いしてましたからねやろう。そうですね、はい、なるべく触れないでくれみたいなでオーリーが生産できてるんで、いや縦コーンじゃないけど組コーンは飛べるわけじゃないですか。まあ温まれば、はい、これ組コーンより絶対低いですからね。まあその組コーンに比べたらもう超低いわけですよね。40から始めて、はい、40から始めて今48歳48歳できるだろうか。はい、じゃあとりあえずあえてやってみますか。ちょっとやってみましょう、はい、お願いします。はい、じゃあそれでは、はい、180行ってみましょうか。じゃあとりあえずファーストトライ、ファーストトライ全力180。お、結構惜しいじゃないですか。まあまあデッキは回ってましたね。そうですね。おやばじゃあせっかくなんで、はい、若干ハウトゥー気味のやつやりますか。そうですね、やってみますか、はい、じゃあまずステップアップとしてはオーリーできるので、はい、90度オーリーでしっかりノーズに乗って180しますか。これやってみます。一応、はい、やってみます。はい、そう焦んなくていいですよ。ターンはそうそれです。それ今の、なるほど。じゃあ今の3回連続いきましょう、はい、失敗したら0回でいきますゲームです、そういうゲームです。はい、0回です0回です。はい、1回。さあここからが見ものですね。お、2回失敗したら0回ですよ。おお、できましたね。で今のでできたんで
ただ体振ってみてください、思いっきり今のやる感じで。思いっきり体振って、体振るだけです、今の感じで。体振って降り、はい、90度降りの勢いでいいです、はい、体振って90度降りする感じで。どうですか、惜しくないですか。120度いきましたね、はい、あと乗ってればもういけんじゃないかっていう。ほら、で、あと足りない分をさっき の右足持ってったじゃないですか、はい、あれを空中でちょっとやる感じです。足りない分空中でも回しちゃう。ああ、しょうがない、しょうがない、今のはしょうがない。あ、来ましたよ、後ろ、頑張れ頑張れ。もう引きつけるだけでも全然いけます。体ひねって引きつけるだけで、ほらほら、惜しい。右足引けてないからちょっと巻く、前足を巻く邪魔しちゃってます。テール引けなくなっちゃう、テールが動かなくなっちゃうですね、右足引かないと。おー、惜しい、めっちゃ惜しいじゃないですか。なるほど、見つければいいですね。はい、見つければいいです。はいはい、で、ちゃんとあとノーズ巻きながらテールも引かなきゃいけないです。それだけでくっついてきます、スケートボード。近いですね。セイズ無双モード、惜しい。あとは足の動きを、もっとデッキの動きをイメージして、足の動きをもっと先に先に引きつけて巻いて右足引いてっていうのを、足のイメージをもっともっと、はい、デッキよりも先に動かすイメージで、体先にひねってから。おお、メイク、何ヶ月かぶりのメイク、イエー、惜しい。おお、なんか久々に見ましたよ、久々に見ましたよ、久々にやりました。2回目ですね、一応、はい、で、一応3回できたらいいんですけど、できればこのまま2回連続アウト行っちゃいましょう。さあ、あとはもう自分の体をデッキの動きに合わせて、もっと早く早く引きつけて巻く、引きつけて巻くっていう、はい、もう自分の体です。コントロールしましょう。恐怖心がなくなればどんどんいけるはず。おお、ちょっと良くなってきましたね。カットでお届けします。お、2回これ失敗したら0回ですからねこれはわざとプレッシャーをかけてます。3回目で負けるな、せいさん。
おお。降りてませんね。はい、降りてませんね。今ワンメイティシティはちょっとそっちに進んだだけなんで。ちょっとなんかそっち行きたかったんで。はい、ナイスメイ。でも、良くなってきたと思わないですか？まあ、さっき一番最初と比較画像、どうぞ。はい、もう今10分か15分ぐらいですよ。そうですね、1時間も経ってないです。これ1時間チャレンジで 1AT 登るのいけんじゃないですかね。いやー、ちょっと俺の体の持つかっていう、そういう戦いをみんな多分見たいんだと思います。調査さんはギリギリなことっすよね。そうだって48歳きついと思うんですよ。みんなあのおじさんおばさん絶対わかると思うんで、このきつさ年を取ると多分40過ぎてから重力が徐々にこうね、1年ごとに重力1倍上がってみたいな。普通この天気でこんなやらないっすよ、普通のおじさん。いや、普通のおじさんおばさんになりたいんだったら別にあのやんなくてもいいと思います。なりたいか。全然普通のおじさんおばさんでいいならいいんです。まあ責められてるみたくなって、そんなことじゃないですけど。はい、おですか、行きますか。まあ一回試しにやってみますか。お、こんなもんか。よっしゃ、無双モードかな。